イギリスの SF 作家ジョン・ウィンナムによって1951年に書かれた破滅テーマの長編 SF 小説である。放題にはトリフィドの日や怪奇植物トリフィドの侵略などもある。東京草原社版には食人植物の恐怖という副題がついている。2001年にはサイモン・クラークにより続編トリフィドの夜が書かれた。1960年に BBC にて、ラジオドラマ化、1962年には映画化され、1981年には BBC にて現代と同代のテレビドラマが放送された。このテレビドラマ版は日本未公開であったが、制作から四半世紀を経た2006年に、Day of the t r i f i d と題して、ようやく DVD でリリースされた。2009年12月には再び BBC にて、 ER 研究救命室シリーズや、ローアンドオーダーなどで知られる、脚本家、パトリック・ハビンソンのシナリオによる、こちらも、現代と同代の前後に部構成のテレビ映画が放送された。差しは90分ずつで、出演はダグレイ・スコット、ジョエリー、リチャードソン、ブライアン・コックス、バネッサ・レッド・グレーブ、エディ・イザード、ジェイソン・プリーストリーなど。日本では、2012年に、 ラストデイズ・オブ・ザ・ワールドと題して DVD がリリースされたが、レンタル版 DVD はエピソード1、トリフィドの人、エピソード2、人類 SOS の2枚に分かれている。ある夜、緑色の流星雨が流れ、世界中の人々がその天体ショーを目撃する。歩行する、食用植物、トリフィドの栽培場で働いていたビル・メイスンは、トリフィドの毒を持った無で目をやられて、 治療のために入院して目を包帯で覆っていたため流星雨を目撃しなかったその翌日はビルの包帯が取れる日であったが朝に起きて周囲の様子が違うことに気がついた彼は自力で包帯を取る流星雨を見た人々は皆盲目となっていたビルは誰も目が見えず絶望に覆われたロンドンの街を歩き始めるロンドンには ビル以外にも様々な理由で流星を見なかったために目が見える人たちがコミュニティを組んでいた。その一員に加わったビルは盲目となった人たちを助けていくが、目が見える人数の絶対的な少なさや都市機能の停止によって次第に盲目の人たちが重荷になり始め、この先をどうするかが議論となる。そこへ追い打ちをかけるように謎の薬病とトリフィードの脱走が発生する。 薬病で多くの仲間を失い、都市も田園もトリフィドに支配され始めたイギリスで、ビルたちはロンドンから脱出せざるを得ない羽目になる。各地の生き残りを集めて、イギリス国内を田園へ退却しながら、生き延びるためとトリフィドから世界を奪還するための戦いを始めるが、それは人類にとって圧倒的に不利な退却戦であった。ついに、イギリス本土を放棄したビルたちは離島。 バイト島移動すると、なんとか島内のトリフィドを根絶し、トリフィドに対する犯行と文明再建のための拠点を確保するのだった。冷戦のさなかに書かれ、その影響を強く受けた小説である。作中では、トリフィドが遺伝子操作によって人為的に生み出されたことや知性を持っているのではないかということが示唆される。また、流星雨も人類が宇宙に打ち上げていた、 人工衛星など何らかの兵器の作動であったのではないか、流星雨の後に発生した謎の薬病もそうなのではないかというビルの推測が物語の終盤で提されている。なお、本作の宇宙から地球上に向けて何かが落下してくるという導入部や三本足で歩き回る敵にイギリスが占領されるなど、H.G. ウェルズの宇宙戦争との相似性が指摘されている。 トリフィドは、ウィンダムが考案した、歩行性の肉食植物。三本の太く丈夫な根を持ち上げての歩行が可能であり、さらに頭部から生える猛毒の死亡で動物を殺しては、そのフラン体を栄養とする。良質の植物油が取れるため、首輪と鎖をつけた状態で大規模に栽培されて、いたが、謎の原因により、人類のほとんどが盲目となった、いわゆる、 トリフィドの日以降は鎖を切断して野生化し生き残った人類の大きな脅威となった。トリフィド同士が何らかの方法でコミュニケーションを取っている可能性のあることがビルの推理を交えて示唆されている。人類 SOS ではエト取り草を思わせるデザインとなっている。1962年イギリスにおいてスティーブ・セクリー監督ハワード・キール主演で映画化された。 トリフィドが集団で人間を襲うシーンなどが1968年のジョージ・エイ・ロメロ監督のゾンビ映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでゾンビが人間を襲うシーンの描写などに多大な影響を与えていることが知られている。ありがとうございます。